アメリカでよく見かけるクラッカーバレルに食べに行きます。2日前がサンクスギビングで、なんかスペシャルメニューがあるようなことを聞いたんですが、お店の中はこういうショップも併設されてます。いろいろあります。今はクリスマスシーズンなので、なんか飛んでますね。いろんなのが売られてます。帰る。で、ここからお店になってます。レストラン。これホリデイズって書いてあるから、これかな、多分スペシャルメニューって。これがサンクスギビングのスペシャルメニューっぽいですね。いろんなメニューがあります。なので今日はスペシャルメニューを頼もうかと思います。下はこんな感じですね。さあ、何にしようかな。そっかそっか、本当だ。はい、乾杯。これもしかしたらちょっと残してあるの？残してあるだけなんじゃない？自分で調整してってこと。あ、そういうこと？どうですか？美味しいよ。こっちがオレンジとこっちがストロベリーです。あ、ストロベリーの方が美味しい。甘い。酸っぱいね。そう。ここはあれが、ゲームがないんだね、今。以前はテーブルにゲームが置いてありました。今はもうコロナの影響だね、みんな触るから置いてないです。よいしょ。私の主人はこのメニューを頼みました。なんかサイドが思いのほかいっぱいついてました。で、私が頼んだのはこっちです。ブレックファーストメニューなんですけど、一日中頼むことができます。さあ、美味しいかな。頼んでいたものが来ました。思っていたよりも少なかったです。私のハッシュドブラウンって、あ、これなんだ。なんか思ってたのと違う。What? Thank you。なんかもらいました。これシロップかな、パンケーキ用のシロップをもらいました。お家に持って帰ります。お味はどうですか？
マッカンチーズ食べた。マッカンチーズはアメリカでは結構有名で、私の大好物の、食べ物の一つです。あ、でこれがターキーです。ちなみにアメリカでも、下手だなおい半熟卵が食べることができます。お店で頼む際はオーバーイージーというふうに言えば、こうやって半熟卵で出てきます。おすすめです。なんか今持ってかれましたけどちなみに食後のデザートに、パイを頼んだんですが、あれどれだろう。私は明日まで29日までのパンプキンパイと、主人がオールアメリカンアップルパイを頼んだんですが、アップルパイがなかったみたいで、別のクランベリーが乗ってるものが来るそうです。これですね、この中ので、食べれないのでお家に持って帰ることにします。でこれも残ったので、トゥーゴーボックスをもらってお家で明日食べます。アメリカは持ち帰ることができるのでとても助かります。お会計は外に出てやります。で食後はショッピングできます。サンタさんがはしごを降りてます。かわいい。あ、登り始めたなんか背負ってるのが、背負ってるのがかわいいそして空にはトナカイが飛んでます。クラッカーバレル、アメリカに来たらぜひ入ってみてください。ハロウィンの時も面白かったんだよね、商品が。ハロウィンの時が撮れればよかったんですけど、今年はハロウィンのシーズンに来なかったので、来年かな。ここはテネシーなので、テネシーボランティアとか、あとなんだろうな、アメフトが、アメフト系が結構多いです。これ綺麗です。中がスノードームみたいになってますね。これスノードーム。おもちゃもいろいろ売ってます。赤ちゃん用の洋服も、あ、靴がかわいい。こんな感じでした。クラッカーバレルの外に出るとロッキングチェアが売ってました。結構いいお値段します。
でもいろんな種類が売ってますね。ラフカーバレルのこの外の雰囲気が私は結構好き。